アルゴスです。皆さんはトイレの使い方、自分のやり方が正解もしくは多数派と思い込んではいませんか？考えてみればそんなやり方を学校で習うわけもないし、いつの間にかやれていた、そんなところではないでしょうか。これもまた例の番組が実験というかヒアリング調査を行い答えを確認しました。トイレットペーパーは多くが上向きにセットする、下向きはごく稀、そしてケツ拭くときは前から後ろ、後ろから前は少数派ということが判明されました。アルゴスも漏れなく多数派の一員です。あなたはどうでしたか？さて、この他にも興味深い調査をしてます番組 Netflix プレゼンツ100人の回答をぜひ見てください。超おすすめです。それではまた明日ね。